い、皆様こんにちは。大分市にあります鉄砲自動車と言います。昨日夜ですけれども、イスズエルフの故障車の入庫が入りました。クラッチが壊れて、自走できなくなって入ってきたんですけれども、この車は平成26年の登録で約6万8000キロほど走行しています。イスズのエルフといいます。2トン車です。小永さん、今の整備状況いかがでしょうか。もう今ミッションをしてクラッチを出してみたんですけど、はい、曲繰りがクラッチディスクして、はい、本来ならここまでなるのが珍しいかなと、はい、珍しいぐらい壊れて破損してるということですね。そうですね、はい、これがカバンですね。はい、はい、同時効果で、はい、すでにもうそちらの箱の中に入ってたんでしょうけど、新しいミッションを取り出して組み込んだ後ですね。はい、そうですね、はい。あとはそちらは、ミッションはそちらです。はい、これですね。あ、ちょっと釣らないかな。はい、そこに潜ればあれでしょうけど、ちょっと難しいですね。奥の方ですね。そうですね、はい。じゃあ今からミッションを組み込んでマフラーを入れて点検して終わりという状況ですかね。ね、はい、わかりました。大方今日の夕方納車できそうな感じですけれども、はい、はい、忙しいところ時間を取らせて申し訳なかった。はい、ありがとうございます。最終点検までよろしくお願いします。